ジョン・ワッツ・ド・ペースター・シニアは、兵法に関する、著作家、事前事業家であり、初期のニューヨーク州兵長官だった。最も初期の軍事評論家であり、アメリカ独立戦争や南北戦争の歴史書を表して注目され、また、議局、詩、軍事詩、軍人伝記及び軍事評論を出版した。同、ペースターは、ニューヨーク市で、 古いダッチェス軍の裕福な家庭の息子として生まれた。フィリップ・カーニー少将とはいとこだった。高祖父は初期ニューヨーク市長のエイブラハム・ド・ペースターであり、その弟のヨハネス・ド・ペースターもやはりニューヨーク市長だった。同、ペースターはコロンビア大学で法律を学んだが、健康状態を悪化させて卒業はしなかった。 奉仕活動の消防士を務めている間に患ずらった。心臓病のために若くして、病弱となった。同、ペースターは、学生時代から第五消防団で消防に深く、関わっており1836年のニューヨーク大化でも活動したが、これが健康を悪化させる原因になった。このような身体的な障害があったものの、あるものに言わせれば怒りっぽいと表現され、 独裁的とすら言われた。後に、コロンビア大学が文学修士号、ネブラスカ大学から哲学博士号、またフランクリンマーシャル大学からも哲学博士号を受けた。ニューヨーク市警察局及び消防局の組織化を行った者たちの一人でもあった。広報によって、ド・ペースターが提唱した改革で、結果的に国中に広まった者としては、 有給の消防局や上駆動消防車があり、ニューヨーク市はそのような手段を採用したことではアメリカでも最初の都市になった。同、ペースターは生涯を通じてニューヨーク州兵で活動し、1851年にはその順位賞に昇進した。州の法務総監となり最後は州兵長官となり、その後1855年に、 シューチ知マイロン・クラークと衝突して辞任した。軍事監視要員としてヨーロッパを後半に旅し、その後にやってくる、紛争のために、周辺の近代化につながる多くの改革を行った。同、ペースターは南北戦争が始まった時に、すでに周辺の順庄だったが、北軍のために連隊を立ち上げようとした時に、エイブラハム・リンカーンからの偏見にある抵抗と、 考えられるものに遭遇した。1861年にド・ペースターは、ワシントン DC に入って、正規軍の巡将としての任官を混成し、自分の専門に最もよくあっており、身体的条件にもかなうと感じた、砲兵隊を2個連隊立ち上げる提案を行った。これは、国全体で7万5千名を徴兵するという中の、ニューヨーク州に対する割り当てをすでに満たしていたので、 ほとんど興味を持たれなかった。同、ペースターの息子3人ともに、北軍で戦争に参加した。長男のジョン・ワッツ・ド・ペースター・ジュニアは、ポトマック軍で副官と砲兵隊指揮官を務め、順将として退役した。次男のフレデリック・ド・ペースター3世は、大佐で軍だった。三男のジョン・ストンウェル・ド・ベースターは、 アメリカ連合国主とリッチモンドが陥落した時に最初に北軍の軍旗を掲げたとされる砲兵大隊の勝利だった。州兵士官としてのド・ペースターは常に健康の問題に悩まされ、1863年6月にニューヨーク州選出アメリカ合衆国上院議員アイラ・ハリスがド・ペースターの社会的つながりに目をつけた可能性のある。 ジョセフ・フッカー及びアルフレッド・プレソントン各将軍のために提案した、騎兵大佐の任務も断った。当時、アルフレッド・プレソントンによって順序に昇進された、野戦経験の限られた、著名人物として、エロン・ジェイ・ファーンズ・ワース、ウェズレー・メリット及びジョージ・アームストロング・カスターがいた。同、ペースターの、新しいのアメリカの戦術と題する論文は、 陸軍海軍ジャーナルに掲載されたシリーズ記事であり、新しい戦闘体系として、三平戦を提案したが、これは当時革新的なものと考えられた。これらは、コリアールの有名な、ビオグラフィでセレブリッツ・ミリテールであるメデテール・イ・デ・メールを含み外国の軍事雑誌に翻訳されるかそのまま、掲載されるかした。このような戦術は、ジョン・ビューフォードのような将軍たちに採用され、後には、 世界中に広まった。同、ペースターは1866年に州特別法によって少々に名誉昇進した。そのような昇進はニューヨーク州はもちろん北部の他の州でも初めての栄誉だった。同、ペースターは北軍第三軍団長のダニエル・シックルズ少将と親友だった。同、ペースターは戦争中に 第三軍団の将軍たち、アンドリュー・エイハンフリーズやガーショム・モットの伝記を書き、またビュフォードの世に知られた、軽装騎兵を使った方法も高く評価して、書き残した。オークリッジでの英雄は、ジョン・ビュフォードだった。彼は、類まれな頑張りを示しただけでなく、その個人的な能力がその騎兵隊に、驚異的な働きをさせ、ライバルの不評隊もしっかりとした働きをさせた。 ジョン・ビュフォードに栄光。ビュフォードの竜気兵戦術に関するド・ペースター将軍のコメントド・ペースターはその一家の家があったニューヨーク州チボリの村の最大の開発者として知られた。1892年に木製のメソジスト教会をレンガ作りのものに建て替え、これが今日でも残っている。また、古い学校を女子のための工業学校に改装した。 1895年には消防活動の権威として地元消防署のために巨大な最新式連ガ建築を建設した。今日でもそこにドペースターの肖像画があり、1986年まで消防署として使われていた。この高いビクトリア様式の建物には地元政府のために皇帝、監獄及び大きな集会室が備えられた。どう ペースターは村長である、ド・ペースターの息子、ジョンストン・ド・ペースターと紛争を起こし、息子がその建物に入ることを禁じた。村役場は、他の建物に移るしかなくなり、1994年に、消防署が復元された時に、やっと地元政府が、ド・ペースターの建物に戻ってきた。ド・ペースターの著作は、ゲティスバーグの戦いにおけるダニエル・シックルズとその、 役割を弁護していた。その著作の中には、ジョセフ・フッカーが、ポトマック軍をゲティスバーグに導いた役割について、肯定的な面も、否定的な面も詳細を述べているものがある。また、チャンセラーズビルの戦いで、北軍第11軍団の犯した失敗を通説に、批判するものも出版した。また、ジョージ・ヘンリー・トーマス少将の輝かしい功績について書いたものもあり、 これがトーマスを戦争中の最高の指揮官の一人として現代でも評価させることにつながっている。ニューヨークタイムズや学会の雑誌で1866年のフランス・オーストリア戦争と1870年の不屈戦争を正確に予言した。筆明、アンカーで歴史雑誌に重要な寄稿をしてシックルズやビュフォードを激称しており、また別の雑誌では ニューヨーク市消防局の隊員を褒めた。同、ペースターは、サラトガの戦いについて、広範な軍事史を書き、1887年に、この戦闘で、ベネディクト・アーノルドが、英雄的な働きをして負傷したことを記念する、長靴の記念碑と呼ばれるものを寄付した。1905年、ド・ペースターは、 1755年以来ジョンソントリデと呼ばれていたウィリアム・ジョンソン教の大邸宅を購入し、これをニューヨーク州アムスターダムのモンゴメリー軍歴史協会に寄付した。1901年、スミソニアン博物館に数千の本と地図、さらには1851年に旅行した時に集めたムアジンのヤタガン券を寄付した。同、ペスターの電気作者は、 その寄付について6章を割いているが、その民族学的収集品については記述していない。その他の事前事業には、フランクリンマーシャル大学の最初の図書館や、ヨーロッパの軍事史に関する最大で、かつ最も注目すべき、気候本収集、1890巻の、ワッツ・ド・ペースター、ナポレオン・ボナパルトの寄付がある。ヨーロッパを旅しているときに、 多くの研究論文を集めており、自ら書いたナポレオン・ボナパルトと題する電気のための研究を行った。ジョージ・エドウィン・ビッセルが制作したニューアムステルダムの創設者、エイブラハム・ド・ペースターの記念碑は、ニューヨーク市の古い広場ボーリング・グリーンのためにド・ペースターが発注した。ド・ペースターはまた、アメリカ貨幣学会の副会長を務め、 チボリのニューヨーク、共和国グランドアーミー第71ポストに、その名前が残された。同、ペスターは1907年に、マインハッタンの自宅で、老衰のために死んだ。チボリの邸宅、ローズヒルは、地元の養護施設に移送された。その他の著作として、トーステンソン陸軍元帥の生涯、北極のオランダ人、コーラウシャス、オランダのオーガスタス。 古本男爵の生涯、先の南北戦争の決定的紛争、すなわち奴隷所有者の反逆、フィリップ・カーニー将軍の個人史と、軍歴、サージョン・ジョンソン巡将の生涯と災難、及び軍歴及び、ジップシー、様々な資料から、収集、翻訳あるいは再販された、いくつかの興味ある調査があり、その他の本、電気、出版物及び雑誌などに、多くの機構がある。 ありがとうございます。